俺の区間は AWM。 はい、どうも、スクルです。今回はですね、ワンバームコラボが、今月のですね31日月末の、朝ですね10時の方からやってくるっていう風に、まあ、決まったわけなんですけれど、まあ、前回コラボを振り返っていってですね、ちょっとまあ準備すべきことだったりとか、まあ、振り返っていって抑えていくべき要素、これを今回は話していこうかなという風に思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれども、そのまあ要素というのがですね、まあ大抵結構いろんなですね YouTube 投稿されてる方って、まあ振り返り動画とか出すと思うんですが、まあ僕はですね、まあ無料配布だったりとか、まあリスマラとか、まあそういう部分に着目してますんで、今回のまとめに関しましてもそこに着目していこうかなというふうに思います。まあ今回見ていくテーマは一つだけです。前回、まあ今頃ぐらいですかね、もうちょっと先かなぐらいにワンパンマンコラボがあったんですけれど、その時まあ紙リセマラが来ていたんですよね。それがまあスクラッチイベントっていうのがあったんですよ。まあどういうのかっていうと、まあ各々のキャラ1アカウント1回ですね、スクラッチを、まあ、引くことができました。で、引いて、まあ、その結果に応じて、まずですね、オレンジ枠のバイクが手に入るっていうやつと、まあ、そのスクラッチの方をですね、手に入れる前に、いろいろ段階踏んでからですね、手に入りますよっていう感じで、段階ごとにアイテムが手に入ったんですが、まあ、その中で栄光勲章の方が配られていたんですよね。まあ、当時は、限定枠の栄光勲章のガチャで、マクラーレンが入っていたものがありまして、まあ、その時にですね、回しまくって、マクラーレン量産したりとか、まあ、TikTok では中には、折れまく作った人とかも、まあ、いらっしゃったわけなんですよね、無料で。まあ、そんな感じで、キャラクターを作るたびに最初の方はですね、栄光勲章を2つですね入手して、それでまあ周回するみたいなことができたわけですね。で、その後ですね、数日経ってから1回目の制限っていうのがありました。規制というのがありまして、まあそれがですね、レベル5アカウントでないと栄光勲章を受け取ることができないという制限ですね。これがつけられました。まあしかしですね、まあ僕だったりとか、普段からリスマラされている方はレベル5アカウント大量に持たれていますので、まあ問題なしという風になったわけですね。まあそしてプラスですね、さらに制限というのが入りまして、デバイス制限ですね。アンインストール、再インストールをしないと、ちょっとまあ回せないよっていうような感じのことが行われて、まあそこでもリスマラほぼできないねっていう感じになったんですよね。まあその時もそうですし、今でもアンドロイド端末やったら一工夫することによって周回はできるんですが、まあ基本的にできないという形になってしまったわけなんで、まあそこを逆算していきますと、まあ今回のコラボレーションにおきましても、なんやかんやの無料配布要素ってのがあると思いますね。前回よりもしょぼかったら、前回よりも無料配布要素が薄かったら薄いなっていうふうに文句言われてしまうだけなんで、まあ同等のものだったりとか、まあそれよりもいいものっていうのが来ることが、まあ普通は予想されるわけじゃないですか。まあですので、まあ去年と同じような規制スタイルでは来ないとは思うんですよね。レベル5制限って最近はしてないんで、意味ないことも運営側が気づいてしまっておりますし、まあやるんだったら、まあ事前にある程度ですね、アカウントを保管しておく。はい。まあ、当日になってアカウントをたくさん作っていると、前みたいにそのデバイス制限的なことがかかって、アカウントがバンされるみたいな、そういう風になったりすることも考えられますから、もう事前に作って保管しておく。まあできればやっぱりレベル5まで上げときたいっていうのはありますので、まあ事前にアカウントを揃えておくことを、まあ、今回も僕はお勧めしますね。まあ、ギンナーさんもですね、まあリサマラに対しての言及をされておりまして、リサマラ自体は規制しないけれど、まああんま多く作ると、まあ業者とわからなくなるから、どっちがどっちがわからなくなるから、ある程度の回数に留めておいてくださいね、というふうな話はされておりますね。業者側からしたら、そのアカウントを作って保管して引き継ぎコードを保管しておいて、それを打って入るっていう処理ってあんましないと思うんですよ。俺めんどくさいんですよね。マクロ組むときできなくもないんですけど。まあ、なんで、できれば新規アカウントを作って周回するみたいなところに力を入れると思うんですが、そっちの方には多分フィルタリングがかけられると思うんで、僕運営だったらそうしますから、まあ、ですので、まあ、やっぱ事前に作ってある程度その準備しておくことをお勧めします。まあその無料配布自体が実際どれぐらいあるのかってのはわからないですけれど、まあ準備しておいて損することはないですから、そこに備えていろいろ準備しておいて、なおかつスタートダッシュでなんやかんやの恩恵ってのはあると思いますから、まあ最近も結構そういうのありますよね。この間の金券とか。ですのでスタートダッシュが決めれるようにアップデが来てすぐっていうのは入れるように時間を空けておくことをお勧めしますね。前で言うと、進撃の巨人のコラボの時にアップデートが来てすぐの時のみ、まあ進撃 M4 が買える不具合っていうのがあったりしましたから、そういうまあイレギュラーな不具合とかが発生することもありますし、まあその辺をですね自分で確認できるように、まあ、待機しておいた方がいいのかなというふうに思いますね。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね、ガチャ運ないからこういうイベントガチャでさ回さなくなったな。可愛いっていう服が金券購入できたら課金するけれど、それ以外だとリアルでコスメとか服買ってた方が楽しすぎてと。まあ荒野行動にガチャ課金してたらなんだかんだ月数万円ぐらいは課金しているみたいな時って、まあ、結構あったりするんですよね。まあそれ全部入れてなかったら、まあ僕も釣竿とかリールとかですね買えるなっていうふうに思いますし、まあそういうふうな考え方するんやったらですね、まあ下手したらデパコス買えますからね。まあ継続して買えるかどうかは人によって変わりますけれど、まあそれぐらいの額になるわけじゃないですか。まあガチャっていうふうに考えると
数万って言うと微妙ですけれど、他のもので例えるとすごいなんかその数万ってでかく見えるんで、まあ人によって人の生活によってそこら辺は変えていった方がいいかもしれませんね。結構自分の身の丈に合っていないガチャの回し方をされている方も多いようなイメージにありますので、そういった方はなんか要注意だなっていう風に思います。で次ですね、最近僕の課金回数増えましたねと。増えましたね、まあ、僕は趣味で動画投稿とかライブ配信とかしているんですよね。どういう趣味かっていうと、どうやってその数字を取っていって、その数字をいかに効率よくですね利益に変えていくかっていう、まあ、これをすごく考えるのが楽しいんですよね。そこの数学と言いますか、算数と言いますか、数字遊びが楽しくて、まあ、ずっとやっているって感じなんですが、まあ、ここ半年もう1年ぐらいかな、はい、結構その利率っていうのを上げることができておりまして、その関係上ですね課金しているっていうのと、単純にですねガチャ課金の回数っていうのもですね、まあ、動画上で増やしていった方が長期的な利益につながりやすいってところが分かりましたんで、まあ、課金してガチャを回していることが増えているっていう、ある程度その削減できるところっていうのもありますし、回した方が得なんですよね。はい、回さないよりも回した方が得なんだったら、じゃあ回すじゃないですか。まあ、なんで最近は回していることが増えたっていう感じですね。で次ですね、フサキャンもグリッチと。懐かしいですね、フサキャンがグリッチ扱いされとったのは。最初は不具合だったんですけれど、まあ、あんまりにも使っている人が多いですから、運営側は公認して、まあ、そういう技能だっていうことにしましたよね。一時期はそのフサキャンも削除されて、なんで消したのみたいな感じで言われてましたけれど、まあ、それが復活されて、まあ、使ってもいいですよって感じになりました。本当は不具合だったものが正式採用されたものっていうのは、荒野行動でもそうですし、このゲームでもまあ割かしあったりしますよね。まあ、それで運営側が損していなくて、まあ、ユーザー側も得しているのであれば、わざわざその消す必要はありませんから、まあ、そうやって続いているものはあるのかなっていうふうに思います。今だったらリスマラとかがもしかしたらそういう扱いなのかもしれないですね。で次ですね、全員イベント発生させても良くない、なんでユーザー側が運営の都合で有利不利があるのと。精鋭高い人のみやったら分かるけれど、完全ランダムは謎すぎるだろうと。まあ今回のイベントもそうですし、毎月末ですねやってます、錦鯉のイベントですね、まああれはまあランダムっていう感じになってますね。隠しイベントとか隠し要素自体を否定する気はなくて、むしろあった方がゲームが面白くなるのでいいと思うんですよね。ただまあ条件が分かっていなかったりとか、完全ランダムとかで恩恵を得られない人がいるっていう、これがまあ良くなくて、例えば前ありましたペンペンを探すイベントあったじゃないですか。まああれはそのちゃんと条件を把握して探しさえすればですね、誰でも恩恵が受けられると。まあその代わり狙ったものを取れるかどうかも分かりませんし、確率は低いっていう感じでしたが、批判はなくてむしろなんかおもろいっていう感じになっていたじゃないですか。まあ、そんな感じで隠しイベントだったりとか隠し要素っていうのはやり込み要素であるべきなんですよね。全てのプレイヤーが受けれるかもしれないやり込み要素だったら隠しイベントっていいんですけれど、完全ランダムやったら極めようがないからですね、面白みがあんまないっていう、そういうのがありますから、なんか先民みたいな感じで嫌だなっていう風に感じられる方もいらっしゃると思いますし、もうちょっとなんかそういう隠しイベントをうまく使ったらより荒野行動面白くなると思うんですよね。まあ、もしかしたらそのトリガーが分かってないんで、実は完全ランダムじゃなくて通常戦闘の回数でイベントが発生しますとか、そういうのかもしれないんであれなんですけどね。まあゲーム性を充実させていって不具合を直した後は、次はやり込み要素ですね。はい、ゲームをより深く楽しんでいただいて、で楽しんでもらうためにはそういう要素が必要ですので、まあ全て直すことが、まあある程度直すことができたら、次のステップに荒野行動移っていただきたいかなというふうに思います。